ちゃん覚えてる？バスケットがいっぱい。終わり？めっちゃ綺麗やもんな。こっちでずっとおったらいいわけよ。コンクリートミキサー車でね、ドロドロで出れんくなるかもしれない。綺麗やな。はい。もう一人生徒が楽しめる余裕がある。いつもの感じじゃん。これでおしまいらしいですね。
金ごてでツルツルにすると押さえた方が綺麗な、全然違うもん。書きやすい、ね、ここまでするらしい。へー、想像以上やった。普通のとこはここまで線らしい。あ、そうなんだ。カエルが、白いからすぐわかるね。大活躍。敷地の周りに別動画で紹介したどんぐりから育てたクヌギの木の苗ができたので、うちの周りこんな風にちっちゃい苗ですね、こんな風に植えて、まあ、10年後には薪にしようかな。薪なんや。薪でも椎茸のもだぎでも楽しみやね。自生してます。たどりみんな大好き、高知県民みんな大好き。たどり若いね、もうちょっと育てようか。この上の葉っぱは抜けないか、この辺を、ね、下の下からの方がいい。嬉しいね、父ちゃん。よっしゃー。